ったらすぐ終わりにします。ごめんね。三脚がないから手持ちになっちゃう。手ぶれ、ごめんなさい。こんばんは。ギフトいっぱいありがとうございます。今日も充実したお仕事の一日でした。ありがとうございます。まあその詳細はね、私のメールとバブルを取ってくださってる方にはもう言ったことなんですけど、配信ではまだ言わないでおこう。そんな差はないんだけど。忙しいでした。こんばんは。ギフトいっぱいありがとうございます。秒で寝れる今なら。でも寝ちゃいけない、寝れないので、はい、頑張ります。目が重たい。なんかさ、私ね、一日丸一日お仕事の日とかはなるべくコンタクトワンデーにしてるんですよ。すぐ捨てられるように。ワンデーだからさ、あんまり目に負担かからないというか、痛くならないかなと思いきや意外と疲れるね。そんな変わらんかな。コンタクトはコンタクトだしな。ありがとう。ギフトありがとうございます。今日は里川さんに一瞬会えたので嬉しかった。小学生みたいになっちゃったけど嬉しいです。元気出た。まあお昼ぐらいに会ってるから、もうこの時間じゃもうちょっとの会えたパワーじゃもうなくなっちゃってるけどね。里川さんパワー。明日会えるかな。ギフトありがとうございます。今日さ、私服での何かね、未完全 TV 撮影あると思ってさ、みんなが見たことない服装にしようと思って今日着てきたの。なかった私服撮影。まあいつかこれみんなの前で着るね。これかわいいんだ。じゃあみんなが好きそうな服です。遠くからでは着ないかな。次今週末にある幕張メッセでの愛のホログラムの追加の遠く会での着る服はどっちも私服なんですけど、一回もまだ着たことない私服着ます。ちなみに買ってから一度も試着も一度も着たこともない可愛い服です。ずっと気に入ってた。ネットで発売してから目をつけてた服をゲットできたので着ます。
でもなんかさ、夏っちゃ夏だけど、もう秋に差し掛かってるから、あとは服、秋服でも会場内寒そうだから平気かなと思って、パーカーっぽい長袖もありかなって考えてるんだけど、どうだろう、天気変わるからな、天気どうだろう。ギフトありがとうございます。今日も割と過ごしやすい天気だった。そう、夜がね寒いんだよな、やっぱ夜冷房消した方がいいよな。こんばんは。土曜日晴れ、日曜日も晴れ。あー、手震えちゃう。わ、マイクの音うるさい、ごめんね。今日は早く寝れるように頑張らないと、支障出ちゃう翌日に。ギフトありがとうございます。時計がこの部屋にある、追加されてる、わかりやすい。ペットカメラで乙女シルクの行動見よう、後で練習集中してるとさ、もうそのことだけを考えてるから、乙女シルクたち何してるんだろうって急に考える、会いたくなる。待ってます。寝てます絶対に。でも今さっき見たら乙女の姿が見えなかった、多分床で寝てる。シルクは姿見れたけど。ギフトありがとうございます。みんなもさ、疲れた時無意識に鼻息荒くなる？ずっと鼻息荒くなるんじゃなくて、深呼吸した時みたいにさ、なんかってなんかならん？申し訳、めっちゃなるんだけど。漏れてる。意外と私ため息がつかないんだよな。意識してるのかな、考えてないけど無意識に。よくさ、都市伝説じゃないけど、ため息つくと幸せが逃げるって言うじゃないですか。ちっちゃい頃から聞いてたから、してないのかも。もししちゃったとしても、ちょっとね、吸うもん、吸ったら平気みたいなことも聞いたことあるし。え、嘘なの？でもそれで幸せか幸せじゃなくなったかなんか分かんないしな、自分の気持ち次第。まあ今のところ平気です。こんばんは。気持ち、プラシーボです、全部。気の持ちよ。そうなんだよな、結局
人間全部。まつげ今日綺麗でしょ。確かにマイナスなことも取れ方次第。そうなんだよな。メンタル8割確かに。さかちゃんってネガティブポジティブ、まあ昔ほどネガティブではなくなった気がする。でも根はやっぱネガティブかな。ネガティブだけど人前ではなるべくポジティブな言葉を使うようにしてる。家族の前ではポジティブな人間にはなってないけど、相手が落ち込んでたらポジティブになる自分が。もっとマイナスになるのは嫌なので、まあ一回ね、もう極限のネガティブまで一度行ったことがあるので、それ味わったらなんか変わった何かが自分の中でスイッチが入った。ギフトありがとうございます。わあ、微笑みのポジティブシンキングいいよね。いい曲大好き。2年前だっけ、ハルコンの時さ歌ったよね、 K2 で。全チーム歌ってたのかな、あれ。赤いあのジュリナさん卒コンの時に全員分作っていただいたあの衣装で、割と卒業公演の時に歌ってるとか披露してることが多い曲だよね、ポジティブシンキング。あれね、意外と振りがややこくて本当全集中どんな曲でも集中してるんだけど、よりもう集中してる。そういう振り意外と SK の曲多いんだよね。なんだろう、まあ、とにかくいっぱいある、ややこい似てるふり。もうそろ経つかな、15分。ゲストありがとうございます。もう手がプルプルなの三脚ないから今左手が言うてるかな、もしかして。あ、今やばい、配置言うてる出た、今日で534日目。配信できてよかった。もしかしたら今日できないかなと思ったの。できました、無事。よかったです。明日も頑張る。お家帰ったらすぐ寝よう。いや寝なそう、湯船浸かるからな。もうしょうがない、体を休ませる。今日絶対足にリラシート使うって決めてたんだ、昨日から使って寝まーす。ランキングを読みまーす。
1位眉毛怪人、2位チェンレン、3位ケイパパ、4位むつみ、5位ケイタ、6位ヨダ、7位ヒョウ、8位キミちゃん、9位ハセベ、10位ネコジタ、11位チュリヤマ、12位コジコジ、13位シェン。ごめんなさい揺れて。皆さんありがとうございました。手ぶれごめんね。明日はどうだかな。久々に乙女シルクのいない配信でした。ありがとうございます。まあ、昨日乙女シルクの写真バブルで送ったので癒されてください。ゲストありがとうございます。ではみんなもゆっくり休むんだよ。おやすみなさい。ありがとね。バイバーイ。おやすみなさい。お疲れ様みんな。バイバイ。